外に持ち出して9番のアポロマーキュリー追い上げて残り400切って一気に2番のリリカルホワイトも前の争いに加わってきました。外目から4番のミスパイロが追い込んで、さらには1番のスモモちゃん、坂を登っての攻防、抜け出してきたのは2番のリリカルホワイト、200を切りました。リードを1馬身外から追い上げる4番のミスパイロ、内は11番レッドエレナ、その後ろからは9番アポロマーキュリー、ロマンスマジックなど追っていますが、突き放したリリカルホワイト、4馬身5馬身のリード、リリカルホワイト完勝ゴールイン。2番手ユース